B リーグ 2021-22 シーズン、初めて B1 の舞台に挑んだ群馬クレインサンダーズ。厳しい戦いが続くシーズン終盤の4月上旬、伸び悩んでいたホームでの勝利数も増え始め、チームの状態は少しずつ上向いていました。で、今回はフルコートでもオフェンスすごく自分たちのやりたいことをやりました。そういうところはすごいめちゃくちゃ良かったです。でもここがしっかりスタートで、で全員がして健康な状態で全員が一つになって頑張ってます。気をつけて。やっぱり去年に比べるとお客さんの熱っていうのはすごく熱くなってると思いますし、そういったところでこうやっぱホームで勝ち切れるっていうことが増えていけば、もっともっとお客さんも楽しいと思いますし、もっと来てくださるようになると思うので、僕たちはしっかり結果でこうミスしていくことが必要だと思うので。近年次々と人気選手を獲得し、 B1 昇格を果たしたチームはファンも増え始め、人気が高まっています。好きな選手は誰ですか？五十嵐圭です。どんなところが好きですか？かっこいいとこです。クレインサンダーズ最高！さらにホームタウンを移転させ、来年には新アリーナも完成。群馬クレインサンダーズは今大きな変革期を迎えています。オーナー会社のオープンハウスさんが、こう自分たちの選手にとってやりやすい環境っていうのを今、作ってくれている段階だとも思いますし、アリーナも建設してますし、その、まあ、やっぱこれからのチームだと思うんで、まあ、すごい将来があるそういうクラブだと思ってます。わずか数年前、存続する危ぶまれていたチームから一転、オーナー企業と町のバックアップを受け、大きく変わり始めたクラブの未来。 B リーグの中でもやっぱトップになるというところ、まあ、ここがまあ目標であり、一旦掲げているゴールかなと。より強いチームを作っていって、まあ、太田市にサンダーズありというふうに言われるようになりたいと。夢に向かって歩み始めたバスケットボールチーム、クラブと町、オーナー企業が一体となって挑む群馬クレインサンダーズ、バスケ日本一への挑戦に迫ります。昨シーズン群馬クレインサンダーズはB2 で伝説に残るシーズンを送りました。強豪千葉ジェッツの大黒柱として活躍していたマイケル・パーカー選手を筆頭に、高い得点力を誇るトレイ・ジョーンズ選手など実績のある選手を次々と獲得。シーズン序盤から快進撃を見せ、B リーグ新記録となる33連勝、ホーム無敗、歴代最高勝率という前人未到の記録を打ち立てました。これで群馬クレインサンダーズはホーム29戦全勝、 B2 史上最高勝率でプレーオフ進出ということになります。プレーオフに入っても勢いは衰えず、圧倒的な強さでクラブ初の優勝。群馬クレインサンダーズ、悲願の B1 昇格を果たしました。 Very happy. You know, that was our goal from the beginning of the season. One to move the team up to B1. But we knew we had a good enough team to win the championship.And for that to happen, everybody was definitely very excited. Last year was very good. Obviously, we broke a lot of records, won championships, did everything you possibly could do. It's probably one of the best B2 teams that ever was. So obviously, we had a lot of fun. そして B1 に挑む今シーズンは、日本のバスケを牽引してきた五十嵐圭選手。
東京オリンピックの代表候補にも名を連ねたアキ・チェンバース選手などさらなるスター選手が加入。ヘッドコーチには B リーグ初代優勝監督トーマス・ウィスマンを招聘し、昇格1年目とは思えない豪華な布陣が顔を揃えました。こう明確な目標があるチームだと思いましたし、アリーナが新しくできるという部分ではやはり僕自身もうキャリア残り少ないキャリアの中でも、まあ、そういった環境の中でプレーしてみたいという思いもあったので、今や魅力あふれるクラブとしてスター選手の獲得にも成功しているクレインサンダーズ。しかしわずか3年前、クラブは経営難に陥り存続さえ危ぶまれていました。2011年に BJ リーグのチームとしてスタートしたクレインサンダーズは、2016年の B リーグ発足時に B2 に所属。毎年上位争いを繰り広げ、18、19シーズンにはプレーオフファイナルに進出、 B1 自動昇格圏まで勝ち上がりました。 B2 チャンピオンをかける舞台に上がることができました。いかがでしょう。はい、そうですね、我々 B1 に、上がることができないんですけども、最後まで、戦う姿を、お見せしたいなと思ってます。当時クラブは2年連続の赤字経営、財政面の懸念から B1 ライセンスの条件をクリアできず、 B1 の舞台に上がることはできませんでした。ね、せっかくね、選手たちがすごい頑張ってたのに、まあ、悔しかったですよね。もったいないじゃないですか、やっぱり。だけど、経営とかいろいろな問題でとかもあったし。そんなバスケットボールチームに手を差し伸べたのが、不動産大手のオープンハウス。どうぞ。2019年からサポートを始め、20年には株式を 100% 取得。グループの傘下に加え、チームを全面的にサポートしています。移籍をする決め手となったのも、やはりしっかりとしたオープンハウスさんという大きなサポート、会社のサポートがあるというところがすごく大きかったですし、運命を大きく変えた企業との出会い、どんな思いでクレインサンダーズのサポートを始めたのか、オープンハウスの役員で現在クラブのゼネラルマネージャーも務める吉田 GM にお話を伺いました。オープンハウスとしてはどんな思いでこの群馬クレインサンダーズの経営に携わろうというふうにスタートしたんですか。はい、まず2019年、群馬クレインサンダーズ非常にB1 のリーグに上がれるチームだったんですけど、経営面で非常に苦しんでまして、はい、まあ、これだけ頑張ってるチームがあるのであれば応援していこうというところがきっかけです。で、2019年から参入されましたけれども、ビジョンというか段階的なステップっていうのは最初はどういうふうにお考えだったんですか。はい、そうですね、まあ、最初は多くのお客様に応援してもらえるようにはどうするべきかというところをまず考えまして、まあ、そのためにはもちろんその環境を良くしていく、そしてチームが強くなっていく、多分こういった順番で強化していく必要があるかなと思って、で、まあ、その中でまあアリーナを、が必要、そして日本代表する選手が必要というような段階で考えてました。そして吉田さんも2020年にゼネラルマネージャーに就任されたわけですけれども、はい、その任命を聞いた時はいかがでしたか。任命を聞いたというよりかは自分やりますって感じです。あ、立候補だったんですか。立候補です、勝手にやりました。そうなんですね。その立候補したその思いっていうのは。思いはやはりまず本当に心の底からトップリーグ B1 に行きたいなと、
思って、やっぱ自分が責任者でもあったので、まあ舵を切って、うん、これは自分がやるべきだと思ってまず始めたのがきっかけです。ちなみに吉田さんご自身はバスケットボールとの関係というのは？一応大学4年生までやってて、それこそあれですね、はい、大学の時は五十嵐圭選手と一緒にバスケットボールできたことが僕としては、うん、いい思い出になってます。そういった経緯もあってバスケットボールへの愛がそうですね、もっとやっぱ日本のバスケットボールはこうやっぱ NBA と比べてすごい大きな差があるなと思ってましたし、はい、やっぱもっともっとこう日本の中でバスケットボールがもっと、メジャースポーツになって盛んに なってほしいなっていう思いはもちろん持ってます。もう1年1年こう新たなステージにチャレンジされてますよね。そうです、楽しくてしょうがないですよね。楽しくてしょうがない。楽しいですね。へー、その中にじゃあ苦しみは感じてらっしゃらない？苦しい、そうですね、やっぱ不安はもちろんありますけども、はい、やっぱそれをチャレンジできるっていう環境があるだけでもう本当にありがたいですし、群馬クレインサンダーズにおいても B リーグの中でもやっぱトップになるというところ、まあ、ここがまあ目標であり一旦掲げているゴールかなと思ってますので、まあ、ここに向けて我々が進んでいくということは間違いないですね。日本一のクラブを目指し歩み始めた群馬クレインサンダーズ、今後さらなる発展のために欠かせないのが地域の協力です。より地域に根付いたクラブになっていくため、今シーズンからホームタウンを太田市に移転しました。明確なビジョンを掲げる将来有望なクラブに太田市も期待しています。当初はね、サンダーズの存在は群馬県の中でもそんなに大きくなかったと思うんですよ。でももう1年経ったら結構大きな存在になってきましたよね。太田にとっては結構本当に期待通りっていうんですかね、当初描いてたように動いてきてますね。いやー、やっぱりゲームが面白いっていうのは引きつけますよね。みんな興奮してました。すごい、私も大興奮です。若返るね。やっぱり全国1、2位を争うようなチームになってもらいたいですよね。まあ今はまだスタートしたばっかですけども、今後はね、サンダーズ、まあ、選手も含めてやっぱり市民と融合していくことが大事ではないですかね。それでファンをどんどん増やしていく、これは太田の町づくりの起爆剤になりますよね。今工業だけで人を集めてきましたけど、これからはスポーツとか芸術とか通じて人を集めてくる、そういう太田市になってくるんじゃないですかね。大きな期待を背負って初めて B1 の舞台に挑む今シーズン、さらなる補強で B1 でも引けを取らない選手が揃ったチームは高い得点力を見せ、開幕戦から昨シーズンの準優勝チーム宇都宮ブレックスに敵地で2連勝、華々しい B1 デビューを飾ります。2日連続のオーバータイム、群馬連勝。11月には今シーズン圧倒的な強さを見せている琉球ゴールデンキングスからも勝利を奪い、強豪クラブとも渡り合える力を示しました。個々の能力がすごく B1 の中でも優れているチームだと思いますし、こうチームが乗った時の勢いっていうのは B1 の中でも本当にトップレベルの力があるんじゃないかなと思ってます。So we've shown that we can play with anybody, but we haven't been consistent enough, partly because of the disruption with injuries and COVID, but also with learning experience at this level coming from B2. シーズンを通して怪我人が相次いだチームは勢いに乗れず黒星が先行。コロナの影響もあり、新チームのスタイルを確立しきれず、B11 年目は苦しい戦いが続きました。 B1 経験者がほとんどなので、まあ、そういう部分では言い訳できないと思いますし、やはり自分たちも結果を出さなければいけない中で、まあ、今シーズンその期待に応えられるような結果を出せていないっていうのは、まあ、自分たちの責任もあると思ってます。それでも B1 で戦う難しさも知っている彼らは、強豪チームになっていくために必要なことも分かっています。
僕自身も今までのキャリアの中で、そういった上位にいた時っていうのはやはりしっかりとしたものがあったので、やはりそういった基盤をしっかり作る必要があるなとは思ってます。 It's definitely not an easy thing to do that. You know, there's companies and basketball teams in Japan have been trying to win for years upon years. You know, we just started trying to do it one or two years ago. So then it's definitely not easy just to do it. So we're just kind of learning and we're taking the steps to do it. Everything takes time.まだ B1 というスタートラインに立ち、上昇チームへと歩み始めたばかりの群馬クレインサンダーズ。そんなチームでは、将来を担う期待の若手選手たちも経験を積んでいます。筑波大学をインカレ優勝に導いた期待のポイントガード、菅原輝選手。プロ1年目として開幕からプレーする今シーズンは、時折高い得点力も見せるなど積極性も増しています。大学の時は堅実なタイプだったと思うんですけど、今はやっぱり外国籍選手からもアグレッシブに攻めていけということを言われているので、その中でも、今はその得点の取れるガードとして活躍できるように頑張っていきたいと思っています。選手としての第一目標はやっぱ日本代表に入ること、日本一のガードになりたいなるのが一番上の目標で、やっぱり人気のあるクラブにしたいなと思っていて、もちろんバスケットボールを頑張るのはもちろんですけど、それ以外のことでも自分のできることを最大限にやっていければいいなと思ってます。そして名門東海大学のビッグマンとして活躍した八村阿蓮選手は、特別指定選手として12月に加入。出場機会は限られているものの、本格的なプロキャリアに向け新たな挑戦も始めています。大学の時は4番5番ポジションやってたんですけど、今チームでは3番ポジションやってて、やっぱり今 B リーグでも3番ポジションの外国籍の選手だったりっていうのが結構多くなってきてると思うんで、そういう選手に対しても多分フィジカルで負けないっていう、そういう強みがあると思います。僕自身は世界で戦うためには、身長は僕低い方なんで、大学までやってた4番5番から3番に上がるっていう、新しいチャレンジをする時だったんで、やっぱ群馬は去年B2 にいて、で今年 B1 に上がってきて、新しいチャレンジの年だと思うんで、そういうところでやっぱ僕自身も一緒に共に成長していきたいなっていうふうに思ったのがやっぱ一番ですね。そんな将来有望な選手たちと共にクラブの未来を語る上で欠かせないのが、新たなホームコートとなる太田アリーナ。クレインサンダーズの試合を軸に考えられたアリーナは5000人を収容し、バスケットを楽しむ設備が揃っています。現在使用している市民体育館のすぐ隣に作られる新本拠地は、太田市のバックアップのもと移転1年目にして早くも建設が進んでいます。本当にすぐにこうアリーナ着工したいという気持ちがもうあったんですよね。これすごいなと思って、じゃあ全面協力やろうということになってたわけですよ。場所を選びまでが半年ぐらいだったんじゃないですかね。で、作ろうかとが1年以内には作ろうかになって、もう2年目には建築が、設計が始まったと。だからあっという間で4年目ぐらいには完成ですからね。本当にアリーナができたら、あそこに5000人入って立ち上がる風景っていうのは、これはねすごいと思いますね。来年の春には完成予定の太田アリーナ、ファンや選手の期待も高まっています。楽しみです。家が近いのでここを通ったりとかもして、ちょこ少しずつできてきてるので早く見たいなって思ってます。どうですか、シナリオ楽しみですか？楽しみよ。自分で歩ける限りは来るよ。90になったって。5000人ぐらい入るってことなんで、やっぱ満員の
ファンの方たちがいる中でやっぱプレーしたいですね。やっぱり完成まで1年を切った太田アリーナ、一体どんなアリーナになるのでしょうか。具体的にこの太田アリーナ、どんな施設になる予定ですか。はい、実はですね、バスケット専用アリーナでいうと本州初なになるんですね。で、バスケットボール専用アリーナって多分日本だとあんまりイメージ湧かないんですけども、やっぱりそのバスケットを見る環境としてはすごくいい会場になりますし、プラス何でしょう、こうビジョンがあったり演出であったり、こうエンターテインメント性は多分今までのそのバスケットボールリーグとはまた全然違ったエンターテインメント施設になるかなと思ってます。なるほど。すごいスピード感で決まって、すごいスピード感で今建設されてますよね。これは多分日本最速だと思いますね。はい、我々2019年に M&A して、まあ群馬クリーンサンダーズの経営に携わった時、まあ課題感を見つけた時に、まあ今現状のそのバスケットボールが体育館でやっていて、その延長線上で授業していく、これは非常に難しいな、プラス授業がスケールしていかないなと思いまして、まあアリーナはもうやっぱバスケットをこれから発展させていく上では絶対必要だなと。2019年にはもう絶対もうそのアリーナが必要だっていうことはもう考えて、スタートはしておりました。すごく楽しみですけれども、そのアリーナでの一番のこだわったポイントっていうのはどこですか。こだわったポイントとしては、要はバスケットボールの競技をやるのに適しているかどうか、っていうところを、まあ、我々サイドとしては、ここにフォーカスして作り込んできたかなとは思ってます。なるほど。この1階2階の座席の感じっていうのはまたこの体育館とは全然違った感じになるんですよね。全然違いますね。もう要は5000人が入ればものすごい一体感で、はい、選手たちは多分鳥肌立つと思います。2023年の春に完成予定ですけれども、このアリーナ愛されるためにはどんなことが必要だと思いますか。愛される方こと、そうですね、多分こう愛するってことはやっぱ誇れるってことでもあると思うので、やっぱチームを誇れるっていうこと、まあ一つとしてはやっぱチームがやっぱ強いっていうことでもありますし、遊園地じゃなくてやっぱディズニーランドがいいと思うので、やっぱその中に入った空間がもう本当の意味での非日常、はい、やっぱこういったものを我々が作り込んでいくっていうことが必要かなと思ってます。新アリーナの建設をはじめ、わずか3年で急成長を遂げてきた群馬クレインサンダーズ。この先にどんなビジョンを描いているのでしょうか。クラブの代表を務める阿久澤社長にお話を伺いました。今シーズン B1 初挑戦、そして、来シーズンは太田アリーナができるということですけれども、うん、今後こう長期的に見てどんなこうステップでステージを考えてますか。私たちが考えているビジョンというのは、まあ、こう2年3年ではなくて、まあ、それこそ10年20年という時間を使って、本当に太田市にバスケットボールが根付くための方法というのを今考えているところであります。その若い世代の人たちがどれくらいバスケットのことをこう好きになってもらえるかというところが、まあ一つ鍵だと思います。で、まあもちろん今まで見ていただいてない方にも見ていただいて、バスケットの良さを体験してもらいたい。とにかくバスケットボールそのものの魅力っていうのを我々が発信することで、まあ、それは十分可能だと思っておりますので、そういった発信を続けながらお客さんを増やしていきたいと思っています。この群馬県の皆さんにとってどんな存在のクラブになりたいというふうに思っていますか。はい、これはね、まあ、少し時間がかかる問題でもありまして、まあ、サンダーズがどのくらいこう街の中に浸透していくかっていう課題でもありますし、まあ、とにもかくにも県民の皆さんはじめですね、一度ゲームを見に来てくださいということしか言えないんですけども、まあそれが我々の仕事であって、より強いチームを作っていって、まあ太田市にサンダーズありというふうに言われるようになりたいと思っております。
長期的なビジョンで見て最終的なゴール目標というのはどういうところに設定しているんですか？はい、我々が目指すところというのはリーグ制覇ですか、日本一になりたいというふうに思ってます。まあ、これは漠然とした目標ではなくて、リーグの中のトップクラスのチームになってやがて日本一をつかむという明確な目標がありますので、やはりこう強いチームに必要なことっていうのは継続した力、これだと思ってますので、それをずっと維持してですね、リーグを代表するチームになりたいと思っております。今シーズンは目標のチャンピオンシップには届かなかったものの、チームはまだ B1 の舞台に上がったばかり。選手たちも現在地を理解し、クラブと同じ方向を向いています。こうトップクラブって言われるような位置には、いるべきチームだと思いますし、いるためにこれからこう、チームの全員が、選手スタッフ含めて全員が戦っていく必要があるのかなと思ってます。一番最終的な目標は優勝だと思うんですけど、そんな簡単に優勝までいけるとは思ってないので、毎年毎年小さな目標から達成していけるように頑張っていきたいなと思います。バスケットボールを通じてこの群馬県、そして太田市っていうものを盛り上げていきたいですし、太田市の皆さんと一緒に新しくこう作り上げていく必要があると思うので、そういった意味では一緒に力を合わせて、いい町、いいチームっていうのをで、その中で自分たちも応援してもらえるような、そういったチームになっていければいいかなと思います。日本一のチーム、そして地域の誇りとなるクラブを目指して大きく歩み始めた群馬クレインサンダーズ。B1 というスタートラインに立ったここからが本当の戦い。クラブとファン、そして太田市と共に B リーグの頂点に立つ日まで、群馬クレインサンダーズの挑戦は続きます。